サプライチェーンというお仕事は、あの、本当に小さな区分がありまして、その中で自分の得意分野を見つけてお仕事をするという、あの、特徴があります。例えば、自分は、人と話すのが得意っていうのがあれば、カスタマーサポートの方にの、お仕事を見つけて、お客さんと直接やり取りをする。そういうこともできますし、自分は計算とか分析とか、そういう数字関係が得意だっていうのであれば、 あの、分析関係のお仕事だったり、それとか、あの、何かプロジェクトで一緒にデータを作ったりするという仕事もあります。あとはメーカーさんとのやりとりで調達のお仕事としてやることもありますし、自分の得意分野を見つけて、その中で、そのサプライチェーンの全ての中で、こう、自分が輝けるところを見つけて仕事をできるっていうのがありますので、その面では、あの、非常にいいお仕事の分野だと思います。